よっしゃ、来た。北バイターチャンネルのおじこすです。今日はね、エンジンアイテムでセリカワダムを楽しみたいと思います。いろんなアイテムを使ってね、いっぱい釣れればいいんですけど、ちょっとやってみたいと思います。それでは、行くバイター。よし、来た。よし。よっしゃ、ケロだ。ナイス。ナイスフィッシュ。いいね。ケロダン、ナイスフィッシュ、でかい。やった。いましたね。でかい、これも。ケロダンフィッシュ。いいね、ナイスサイズ。ケロダン。うわ、抜けた。うわ、抜けた。くそ、抜けたな。ちょっと腹筋が甘かったんですよね。今のは痛いな。今のはでかかったな。よし、来た。来た。来た、来た、来た。よし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 、来た。来た、湧いた。よし、やったぜ。これでかい。やった。おぉ。でかい。でっかい。ナイスバース。ほら、来たぜ。ケロダン。でかい、これも。ちらっとね、見えたんですけど、釣れました。2、3匹ばらして、ようやくかけました。でかいね、これも。ナイスケルダン。いや、今日ね、いろいろね、エンジンアイテムで釣ろうと思ってるんですけど、
ょっと昨日とは状況変わって水温も 2,3 度落ちてて風も吹いて、もうね、釣りづらい状況になってるんですよね。なんでやっぱりケロダンになっちゃいましたね。ケロダンだと釣れるんですけどね、これ炭のカエルのケロダン。ちょっとねフックの方を少し曲げて伸ばしてるんです。中に入らないように少し上げて、少しこの F のマークにかけるぐらいやって、これで結構バイトを取れてます。3匹バラしちゃったんですけどね、引きは結構でかいのあったんですけど、バラして、で今またね見つけて、ちょっとねやっぱ濁り入っててあんまりはっきり分かんないんですね。ふっぴらーと泳いでいくのが見えたんで、そっち方向に落としてチェックしてやると食いましたね。もうケロダンで今日は狙っていきたいと思います。今日はもうケロダンで狙っていきたいと思います。ジャップ釣れるかな、頑張ります。来た来た来た、ちょっと入れてなかったけどね、動画入れてなかったけど来ましたよケロダン。ほらまたでかい、ね、さっきと同じかな、なんかでかさ。ああ、でかいでかい。よいしょ。うわ、進化どっか行ったやん。でかいね。ナイス、ケロダン。いい魚。来た、よっしゃ来た、湧いた、よっしゃ、これもでかい、これもでかいよ、やばいやばいやばい、ケロダン炸裂。ほら、うわ、また進化取られた。でかい。いいね。47だね。これ全部こんな感じです。47。ゲロ。よし来た、よし、よし、よっしゃ来た、これもでかい、でかい、ほら来た、これでかいっしょ、ちょっとサイズ上がったんじゃない、どうですかね、これ。これはでかいんじゃないですか。ほら。これは、ちょっとでかいよ。ほら。うわぁ。カスミのカエル。いい。でかい。よいしょ。ちょっと測ってみますかね。これはちょっとでかそうなんで。よいしょ。くらいあるかな、よいしょ、オーラ来た、50アップ来た、50アップ来た、バイター余裕の50。
しょ。よし、アップ来ましたよ。霞のカエル。これ、50。でかーい。よっしゃ、来た。よし。よっしゃ。よい。もうでかい。これもでかいよ。でもセリカです。おら、細がある。これもでかい。わー、入った。もう手が痛い。ナイス。でかいでかい。でかい、これも。はい。はい。はいはいはい。よいしょ。はい、でかい。丸のみ。オオソガエルじゃなくて、カスミノカエル。丸のみ。見て、これ中にカエルが。よいしょ。よいしょ。ほら。でかいの来ました。丸のみ。これ、ね、奥まで入ってる。やばね。え、でかい。これもでかいよ。何センチかな。いや、これもいった。ギリギリでかい。これもギリ50。ギリ50ってどこっすかね。霞のカエルで釣れました。ヘビなんですね。ちょっとカラー変えてみました。竿はコンクルージョン 65mls。 これね、本当はね、ソリッドティップで投げやすくてバットも強いんでね、50クラスがかかっても負けないで、しっかりね捕獲できますよ。これとこれがあれば最高に釣れるし楽しめる。よかったらお試しください。霞のカエルには潮吹くの2番でね、ちょっと針先を広げて、針先がエコマークの F のところにちょっとかかるぐらいにしてやってます。もう一匹ゴージャップ釣りたいと思います。会えた。でかい。でかい。よっしゃ、さばいた。よっしゃ。やったぜ、これもでかい。お。やべ。うわ。これでかいっしょ。よいしょ。あ、取れた。霞のカエル。でかいね、これ。来ました。
何センチかな、あ、4パチか、4パチ。よし、来た。よっしゃ。よっ。めっちゃ元気やん。よっしゃ。もう帰ろうと思ってるんですけどね。また釣れた。ほら。ね。暴走ガエル。6度やめです。釣れるんですよ。ね、やばい。もう帰らないと遅くなるんですけど。ありがとう。暴走帰りやべえな。暴走帰りね、霞の帰りか、霞の帰りやばい。暴走帰りもいいですけど、よし来た、来たぜ。よし。待て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 。引く引く引く。ええ。来た。これもでかい。あら来た。でかい。見てこれ。でかいでしょ。次の回だってもう釣れちゃうから、これもでかいんすよ。でこれ何でかい、え、やばい、やばい、はい、はい、お疲れ様でした。今日はね、エンジンアイテムでセリカダムを釣りまくろうと思ったんですけどね、ちょっと昨日と状況が変わってて、水温がね 2,3 度ちょっと低くて、風もあって濁りも入ってた。でちょっと本当はね、サイトとかでいろいろ、サイトやトップでいろいろ釣りたいなと思ったんですけどもね、やっぱり今日はなんか状況的にケロダンだなと思ってずっともうケロダンでやりました。ケロダンって何かって言ったらですね、カエルを使ったヘビダン。今回使ったのは、暴走ガエルだったり、霞のカエル。今日使ったのは、もう全部、霞のカエルでやりました。で、5グラムのヘビダン。で、フックは、潮フックの2番。これに、途中でも言ったかもしれないんですけども、針先をちょっと広げてね。で、そこで、針先をエコマークにちょこっとかけるぐらいにして、刺さりを良くして、やってます。で、使ってたロッドはコンクルージョンの 65mls。これね、ソリッドタイプの、ベイトフィネスロッド。ベイトフィネスっていうか、ワーミングロッドになるんですけども、これが結構使いやすかったですね。操作性も良くて、バットも強いから、50余裕で超えるようなやつとかも、しっかりね、抜き上げる、寄せることができたんで、これはもう、ベストマッチだったかなと思います。50アップ2本。45も結構釣れてですね、まあ結果的には結構釣れたんですけど、大きいやつが。今度はね、もうちょっとね、いい時に来てエンジンルアーをいっぱい使って釣りまくりたいと思います。それではまた、セリカーダムね、結構良かったんで来たいと思います。ありがとうございました。またね。チャンネル登録、高評価、コメントとお待ちしております。ご視聴ありがとうございました。